日本福岡県北九州市八幡西区黒崎、黒崎駅周辺黒崎は、福岡県北九州市八幡西区にある地名で、北九州市の副都心に位置づけられている。江戸時代は、長崎街道の宿場町として栄え、近代からは交通の要衝や、重化学工業の拠点として発展。戦後は、市政部や地区法、音楽等を証券に発展してきた歴史を持つ。 伊筒屋黒崎店と駅前広場小蒸しと駅前広場黒崎地区は北九州市西部の拠点として工事都市機能が集積している。JR 鹿児島本線南側の地域に商業、医療、福祉、交通拠点など多様な都市機能が集積し市民をはじめ多くの人々が行き交う市街地となっている。駅前商店街や百貨店等の大規模商業施設は 市西部を含め、恩賀、中間地域や農型、倉手地域を含めた北九州都市圏西部からの集客がある。また、交通機関では、JR 黒崎駅、西鉄黒崎バスセンター、地区放電鉄黒崎駅前駅などがあり、市西部の交通結節点となっている。黒崎地区の商店街は、14の商店街、市場が存在し、黒崎駅から放射場。 同心円上に伸びるアーケード街となっている。かつて、小倉都心部に次ぐ商業集積地として賑わっていたが、大型ショッピングセンターの郊外立地や中心部に立地する大規模店舗の撤退などが続き、吸引力が低下し、特に駅前の活性化が喫緊の課題となっている。活性化を図るべく、黒崎地区では約四十もの事業が行われ、八幡西図書館や、 黒崎日比新ホールの開館、コムシティの再生、九州厚生年金病院の再整備など、都市機能の充実が進められている。黒崎は、江戸時代、脇街道である、長崎街道の宿場町として整備された。筑前六宿の東端に位置し、長崎街道最大の宿として繁栄するとともに、商人町としても賑わい、熊手では、市が開かれていた。明治に入ると、 文字黒崎間の鉄道開通、同海湾の干拓、埋め立てが行われた。対象には安川電機、昭和初期には三菱化学など大型工場の立地が相次ぎ、就業人口の定着により急速に都市化が進展した。昭和初期には黒崎駅前の土地区画整理事業が行われ、現在の商店街の骨格となる放射線上の道路配置がなされた。 戦後には空襲により、八幡製鉄所周辺の住宅地から焼け出された人々が黒崎に移り住んだことや、戦後の復興とともに大型工場の社宅が建設されたことなどから、商店街が急速に発展を遂げ、市街地が拡大していった。長崎街道、座との松並木長崎街道畜前六宿の一つとして栄えた黒崎には、藩主の別館としてのご茶屋や、 町茶屋が設けられ、宿液の機関である、人抜儀所、行政上の施設である警察場、石板所、軍家、大館所が整備され、一般の旗小屋や商店も軒を並べていた。町の各所に、当時の位置を示す史跡や石碑が建てられている。7月に開催される黒崎祇園山笠、代表的な祭りとして、7月に開催される黒崎祇園山笠は、春日神社、 岡田宮、一宮神社の氏子によって、およそ400年前から行われ、福岡県の無形民族文化財に指定されている。上記は過去開催されたものを参考に記載したが、イベントの内容や開催時期の変更などもあるため、詳細は、下記サイト、ニュース、新聞、雑誌等で十分確認されたい。ありがとうございます。